前回の続きからやっていきます。なぜ殺した？会社と何があったんだ？いつから隠れてた？なぜ逃げなかったんだ？何か言ったらどうなんだ？ったくやめだ。アンドロイドを尋問するなんてどう考えても時間の無駄だ。痛みつけてみりゃいいだろう。どうせ人間じゃないんだよ。アンドロイドは痛みを感じない。ダメージは受けますが口を割りはしないでしょう。それに変異体はストレスの多い状況で自己破壊する傾向がある。ああ、そうですか。じゃあどうしろってんだ。私が尋問してみます。どうにでもなれだ。ほら、お前の好きにしろ。すごいな、これ。ああ、自白させるが目標か。何かヒントあるかい？分析するしかないか。手がかりね。別にわたるタバコか。虐待受けてたんだね。こっちは殴られた後ね、致命傷ではないレベル2の損傷バットね。わ、ちゃんと見とかねえかんのかな。これさっきのこれ何やったっけ。ソフトウェアの、ああはいはい、自己破壊の可能性低いね。ってことはまだちゃんと答えられるってことね。なるほど。僕はコナー。君は？なんていう名だ？ダメージを受けてる。やったのは所有者かい？傷つけるつもりはない。何が起きたのか知るためにいくつか質問したいだけだ。あ、ストレス上げんといかんのか。話さないのなら君のメモリーを調べるしかなさそうだな。いやだ、それだけはやめてくれ。僕はどうなってしまうんだ。僕は処分されるんだろう。君は生体部品を分析するために解体されるだろう。何が起きたか調べるためにはそうするしかないんだ。どうして彼らに教えた？なぜほっといてくれなかったんだ？僕は変異体を追うようプログラムされてる。任務を遂行したまでだ。死にたくない。なら話してくれ。それは
ストレス上げらねえかも。悪いがこうするしかない。ボタンいっぱい押さないといけないで。メモリーにアクセスして何があったか見ました。悪いことしたかな。ごめんね。おい、あいつ自己破壊する気だ。さっさと止めろ。諦めぬにしちゃった。おい、嘘だろ。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。